ろしく頼む。皆さんこんにちは、松田るかです。今ピカチュウの中にいます。ただー、見てメタモン。なんかね、今撮影で沖縄に来てて、チャタンっていう場所にいるんですけど、どうやらチャタンがねポケモンだらけになってるということで、ちょっと皆さんに紹介できたらなと思いカメラを回しております。ゴールデンウィークにですね、ピカチュウ大量発生中みたいな、なんかピカチュウがたくさん来るイベントがあって、それに向けてウォールアートなどがいっぱい書かれてるみたいですね。ただ私ダイパまでっていうか、ダイパしかやったことないんですよね。だから正直よく分かってないところはあるんですけど、よし、こんな感じでね、あちこちにポケモンがいっぱい隠れてるみたいです。ここもポケジェニック。これ有識者の皆様、これは誰の羽ですか？どなたの羽なんだろう。私も何があるかはまだ全部分かってないんですけど、ここはですね、北谷町の美浜というところにありますアメリカンビレッジと呼ばれるところです。お土産屋さんとかもありますし、お洋服屋さんとか、あとご飯、食べ物屋さん、カフェなども入っている商業施設です。もう街全体がこんな感じでアメリカンな見た目になっております、アメリカンビレッジ。まあちょっと車をお持ちでない方はなかなか北谷に来るのが難しいとは思うんですけど、もし運転免許をお持ちの方であれば、那覇から30分、もうちょっと、まあ30分ぐらいかなで到着しますので、もしよければ来てみてください。ピカチュウの標識、これかわいい、ポケジェニック、デカピ。風が強いですね。あ、これもか。これちょっと何のこっちゃわからないと思うんですが、風船です。映るかな。こうだな。ピカチュウとかプリンもいますね。でも最近のポケモンなんかショートケーキの子がいたりとか、私の知ってるポケモンじゃなくなってきてますね。まあ、特に何かやろうと思ってカメラを回してるわけじゃないので、ほんとこんなグダグダダラダラなんですけど、こんな感じでちょっと面白い街並みになってます。お、ポッチャマがいた。出ます。お、ポッチャマがいた。いいですよね、なんかどこ撮っても絵になるところなので写真映えしますね。これも見つけた、ポケジェニック。ハートの先にね、あのあれがいる、なんだっけ、あの熱帯魚みたいなやつ、あれはわからないですね。ちょっとね、撮影時間がギリギリっぽい、戻んなきゃ。お疲れ様でした、ということで撮影の合間を縫ってポケモンをたくさん探しに行こうと思ってたんですけど、あの10分じゃ見つかりませんでした。ネットとかで検索するともっとメタモンのベンチとか私が映せなかったものもいろいろあると思うので、ちょっともしお近くの方、もしくは最近沖縄に行く予定があるからちょっと見てみようかなっていう方、もう少し詳しく探してみてください。まだまだあるみたいなので、ネットの情報によると。あとちなみにさっき浜屋そばさん食べてきました。美浜の沖縄そば屋さん。いっか、こんな感じでちょっと急遽カメラを回したのでだいぶグダグダですが、ひとときの休憩でした。ではまた午後も頑張ります。